ローランは、中央アジア、タリム盆地のタクラマカン砂漠北東部に、かつて存在した都市、及びその都市を中心とした国家である。彷徨える湖ロップノールの西岸に位置し、シルクロードが、西域南道と天山南路に分岐する要衝にあって、交易により栄えた。紀元前77年に、カンの影響下で国名を全然と解消したが、ローランの名はその後も長く用いられ続けた。 4世紀頃からロップノールが干上がるのとほうぼ時を同じくして国力も衰え、やがて砂漠に飲み込まれたが、1900年にスウェーデンの探検家ヘデンによって遺跡が発見された。紀元前1世紀の災域諸国、ローラン湿度の木星のり、ローランと呼ばれる都市、またその名を持つ国家がいつ、どのようにして成立したのかは定かではない。 古くは新石器時代から居住が始まったことが考古学的に確認されており、いわゆるローランの美女として知られるミイラは、まとっていた衣服の炭素年代測定によって、紀元前19世紀頃の人物であると推定されている。しかし、文献資料にローランの名が現れるのは、四季郷土列伝に収録された手紙の中で触れられているのが最初であり、その間の歴史は空白である。 その手紙は、郷土の君主である、牧突禅羽が、全漢の文帝に宛てて送ったもので、この中で、牧突禅羽は月子に対して勝利し、ローラン、ウソン、コケ及び、近隣の二十六国を閉定したと宣言している。この手紙は、文帝の四年に送られたものであるため、ローランは少なくとも、紀元前百七十六年以前に形成され、月子の勢力圏にあったこと。そして、 紀元前176年頃、郷土の支配下に入ったことが推定されうる。漢女西域伝によれば、西域をことごとく支配下に入れた郷土は、延期、騎種、上履の間に、同木といを置き、老卵を含む西域諸国に付税し、火星回廊に数万の軍勢を置いて、その交易を支配した。紀元前141年に、漢で武帝が即位すると漢は、 対強度積極策に転じた。この時期に強度を攻撃するために西方に移動していた月種と同盟を結ぶことを目的として長剣が派遣され、彼の往路の見聞の中でローランにも触れられている。また長剣はその行き返りで二度強度に捉えられており、当時最域に強度の支配が広く行き届いていたことが伺われる。漢は百127年と、 1> 前121年に衛星と各挙兵の指揮で大規模な対、強度の軍事行動を起こした。彼は、紀元前119年には、洛北の強度本拠地を攻撃して、大きな戦果を上げた。この結果、菅は、本格的に、再域経営に乗り出した。紀元前115年の火災4軍設置は、漢の再域進出の端緒とも言える。こうして、 西域の交通路を抑えた漢は、西域諸国やさらに西方へと、剣士や大将を数多く派遣するようになった。しかし、大挙増大した漢の人々と西域諸国との間ではトラブルが頻発し、西域諸国では反感感情が増大した。特に、ローラントシュートメシは漢の進出を嫌い、強度と接近して漢士の往来を妨害するなどの虚に出た。 これを憂慮した、菅の武帝は、紀元前109年、樹氷港の長波戸と、ローランに剣士として派遣された経験を持つ王海に、明治、数万人を動員して、ローランとシュートメ氏に、軍事介入を行った。騎兵700機と共に先行した、長波戸の攻撃を受けてローランは占領され、国王が捕らえられた。このためローランは、王子の一人を男に、人質として出使官に服属した。 ところが、西域の幼少ローランの男への服属は強度に、とっては、座視できない事件であった。間もなく、強度も、ローランを攻撃したので、ローランは強度へも、人質として、王子を送り、功能を収めた。こうした艦と強度の西域をめぐる争いは長く続き、ローランの政治はその動きに激しく左右された。やがて再び艦の軍事介入を招く事件が、発生した。 武帝は、大炎の関欠場を入手することを望んで大化の財物を持たせて、死者を大炎に送ったが、大炎は漢氏の態度が無礼であるとして、これを追い返し、その基とに、大炎の東方の育成城でこれを襲撃して、殺し財物を奪った。これは、漢の大規模な報復を招き、漢は将軍李工李の指揮の下で二度にわたって、大軍を派遣した。この、 漢の大変遠征の際に、ローラン王は再び男に捕らえられて、武帝の質問を受けることとなり、武帝は、ローランが、郷土にも、人質を送り、服属していることを責めた。ローラン王はそれに答えて、小国は、大国の間にあり、領属せれば休んずることはできないと答え、領属を認めないならば、漢の領土に土地を与え移住させてほしい旨を伝えたと、言う。 武帝はこれを聞いて納得し、ローラン王は帰国を許された。以後、勘はローラン方面の軍勢を強化し続けたため、強度の影響力は次第に後退していく。勘女によれば、紀元前92年に常実のローラン王が死去したため、ローランは勘に人質として出していた王子の帰国を要請したが、彼は勘で法律に触れて休憩に処せられていたために、勘は 帰国を許可しなかった。このため別の人物が王となり、彼も、官の下に王子上時を人質として出し、郷土にも王子屋敷を人質として送った。しかし、この新王も間もなく死去すると、郷土に人質として出されていた王子屋敷が帰国して王座を得た。これに対し菅は入庁を要求して使者を送ったが、暗記の五歳らは官が人質として出した王子を、 帰国させないことを理由として反対し、結局入庁しなかった。そして相変わらず続く、関主とのトラブルもあり、ローランでは、次第に、官の施設を殺害するという事件も起きるようになった。官は、紀元前77年に、大将軍各光の指示によって、平楽官風助子に、親共土派の暗記を暗殺させ、人質として、長安にいた王帝城時を新たな国王とした。 また国名を前々と解消させ、官軍がローランに駐屯することになった。そして、上時に大使救助を妻として与え、印象を与えた。ここでわざわざ、という真珠を作って、ローランの名を解消させ、印象と妻の授与は、ローラン王国が官の区物となったことを如実に示すものである。特に国内への官軍駐屯については、上時が自分の立場の弱いのを、 心配して自ら艦に依頼したと伝えられる。官軍は上時の震源によって異順上に駐屯することになり、ここは間もなく西域南道における男の拠点の一つとなった。ローランが官の支配下に入って間もなく、郷土の動木といであった実区王が官に降るという事件が発生した。この結果官は西域南道に加えて西域北道の全域を支配するに至り、 新たに、西域都合を置いて、低基地を徒合とした。異語間の西域支配は大網によって、全館が終焉するまで継続し、前々と名を改めた、ローランも、海イラ国として、その支配下にあり続けたと考えられる。間の繁栄による、東西貿易の発展は、西域の経済を大いに潤した。26内市36国と言われた、西域諸国は、 全巻末には55国に増加している。これは既存の王国が細分化したのではなく、公益の拡況に伴って新たなオアシスト市国家が形成されたものであると言われている。菅の力による政治状況の安定もこういった経済の拡況に拍車をかけた。こういった中で菅では王網のクーデターによって新たにサラが成立した。王網の再域政策は、 現地で不評だったと言われ、ローランを含む、蔡域諸国の大半は再び強度に基準した。しかし、北強度は、蔡域諸国が、官の支配下にあって効能がなかったことを責め、未能となっていた、効能品を取り立てたために、蔡域諸国はサイドに服属することを求めるようになった。また、五官書によれば、蔡域諸国の中でも、最も強制を誇った、サシャ国の王権は、 当初前前を安などと共に五冠に徴降を行い、その結果後部帝から最益都合後の印字を受けたが、遁光大衆、敗、はいたがうが、異的に体験を与えるべからずとしてこの印字を奪った。このため県は、関と敵対するようになり、独自に大都合を称し、北、郷土の影響力を排除して、最生諸国を服属させたが、重税を課したために、 斎域の18国が艦への基準を求めたという。これらの事情により、斎域諸国では艦の支援を求める機運が高まった。しかし、艦の光部帝は国内の不安定を理由に積極的な介入に出ることはなかった。遁光大使、廃、は、し、い、たガウアタカも艦が新しく斎域都合を派遣するかのように、偽装工作を行ったが効果はなく、県は艦の介入のないのを確信して、 漢に近い全々国に対し、関との国境の交通路を封鎖するように命令した。しかし中継貿易で国を同じ全々国にとってこれは、従える命令ではなく、全々王康は、左者国の使者を斬殺して、命令を拒否した。これに対し県は、全々を攻撃して千人余りを虐殺したと伝えられる。全々国王康は、南の山岳へと逃れ、重ねて、 かの支援を要請した。しかし、後部帝が再び兵を送ることはできないという返信を送ったため、全禅国は他のいくつかの諸国とともに強度との同盟を再開した。全禅国最大勢力範囲、一世紀頃に形成され、途中変動しつつもこれに近い領域は三世紀頃まで維持された。西暦六十一年に、サシャ、王権が、 右天国との争いの中で暗殺されると、西域の政治情勢は一変した。サシャ国の支配下にあった諸国は、ほとんどが独立して相互に争ったが、前々国はこの争いの中で数カ国を併合して、西域の一角に勢力を築くことに成功した。同じ時期に、右天国、車市国、記事国、延期国などが拡挙し反映した。 当時全全国で作成された漢文文書には昔ながらの名前であるローランが使用されていることが確認されている。勢力を拡大した全全国はロプノール湖畔から西は西絶国まで西域南道沿いの領域を東西 900km 余りにわたって支配するまでになり1世紀末頃から全世紀を迎えた。交易も活発になり、 発見された遺物は、この時期の経済的繁栄を明らかにしている。この前全,全国の繁栄は長く3世紀まで続くことになるが、必ずしも順風満帆の時代であったわけではなかった。その国力の増大によって、政治的地位は上昇したが、官や強度に比して弱小であることには、変わりはなかった。やがて官の介入が本格化すると、前全,全国はその覇権を認めざるを得なくなった。 三武竹三角の後を継いだ明帝の時代になると再び菅が西域に本格的に介入するようになった。西暦73年に漢は郷土への攻勢に打って出たほか、ほぼ同じ時期に西域にも出兵して車四国が制圧された。西方の見聞を残した菅へを派遣したことで名高い班長が活躍したのもこの時期であり、彼にまつわる逸話は全々国が なおも複雑な立場に置かれていたことと、その立場の弱さを示す。五冠症藩長殿によれば、73年に藩長が36人の部下と共に、全全国に派遣された際、全前王の広は、当初藩長を定調に持てなした。しかし、郷土の使者が全全国に訪れると、広は、郷土氏の心象を悪くするのを恐れて、藩長の待遇を落とした。 郷土市のために待遇が悪化したのを聞いた班長は、憤激し、ある日の夜、密かに郷土市の懲罰を焼き打ちしてその死者33人と、家来100人余りを虐殺した。この時の彼の言葉として知られているのが、古血に入らずには、孤児を得ずである。翌朝郷土市の首を突きつけられた広は驚愕し、ひたすら男に対する忠誠を約束して、許しを請うことになった。この結果、 全全国は再び男に王子を人質として出すことになった。さらに藩長は、再役諸国の大半を支配下に入れ、この功績によって、再役と後に認じられて31年余りにわたって、再役経営に従事した。全全国はその派遣下で応答をつないだ。五冠の再役経営は、藩長の死後若干の断絶の後、 123年には、藩長の息子藩友によって継続された。藩長にしても、藩友にしても、投入した兵力は少なく、時折の本国からの援軍を除けば再益諸国の兵を用いて、軍事活動に当てていた。この時期以降、全々国は、五冠の従属下にあって主だった犯行や、事件も少なかったらしく、中国側の記録にはあまり登場しなくなる。二世紀前半以降、 動乱に関する記録が乏しい時代が続く。上述のごとくこの時代の全然国は五感の影響下にあって経済的には反映した。二世紀後半に入ると五冠末の動乱のため再起への中華王朝の影響力は低下した。このため関席に全然国の情報が求められなくなるが三世紀前半に入ると 全全国自身が記した文書資料が豊富に出土するようになる。これらは、プラークリット語の一種である、ガンダーラ語をカローシティ文字で記したものである。こういった文書の様式や、その中に登場する王号が、クシャーナ朝のそれに類似することなどから、全全国がクシャーナ系の移住者によって征服されたという説もある。実態は全く不明であるが、 中華王朝の影響力の低下やクシャーナ朝の流盛に伴って、ローランが西方の文化の影響を強く受けたことが推察される。このカローシティ文字文書の解析から、この時期の全全国がロプノール周辺から西絶国に至る領域を維持していたことが知られている。一方で漢文で書かれた実用文書も多数発見されている。ただし、こういった 文書書類は商業文書や命令書、徴税記録等が大半で、政治的事件の記録は乏しく、3世紀の前々国の政治史はあまりわかっていない。わずかに知り得るのは、当時前々国は西隣の宇宙と国境をめぐって争っていつつ、緊密な関係を持っていたことと、チベット系である今日の一派と言われているスピの侵入と、略奪に悩まされたことなどである。 一方でこういった実用文書類から、全全国の国政や社会についての知見は、この時代に関するものが多くを占める。やがて、三国時代の動乱も集結し、進むが中国を統一した三世紀後半には進むが、漢と同じように再起へ影響力を拡大したと見られ、動乱で出土した漢文文書の中には、信代のものと見られる兵士への食料支給記録や、 古籍の断片が発見されている。進むは、間もなく河北の支配権を失い、いわゆる五個十六国時代が到来した。この時代に、領州の支配者となった善良は最益への勢力拡大を図った。335年、善良の将軍、陽戦の攻撃を受けた全々国は、記事国などと共に善良に入庁し、時の全々国王もとは女を剣じたという。 全領は再起調子を置いてこの地方への統制を強めた。以後、全全国は工場的に火星の支配者に入庁を続けた。全領は全身によって滅ぼされたが、全全国王9密は自ら再域都後の設置を求めて382年に全身に入庁した。9密の次の王、コインは全身とアトシンの戦いにおいて全身に援軍を送っている。 422年には、全全国比流が北領に入庁した。しかし北領は後に、全全国の敵となった。僧女によれば439年に、北魏の北領侵攻が始まると北領は敗北し、その支配者ソキ無意味なやソキやヤ州は、敦煌を経由して、交渉へ交代しようとした。この結果、その途上の重要拠点である、全全国を制圧しようと目論み、 441年に、アン・アマネが、全全国を攻撃した。ローランは、最初の攻撃を撃退したが、翌年には、ソキョム・イミナも、数万の軍勢をもって、全全国に殺到し、敗北を悟った全全国王比留は4000や余りと、共に勝つ、末へと逃れた。義書、西域伝によればこれは、ローランの人口の、約半数に上る数であったという。本国には、 孔子は残り、北梁の下で、一応王号を称したが、北梁の全前,前占領によって公益路が封鎖されるのを恐れた北義は、将軍万時の指揮の下で四で445年に、全前を占領し、全前,前国王馬たちは連れ去られた。そして448年に、皇鎮公、半巻が全前,前国王に封じられた。その当治は、軍権に対するそれと変わらなかったと伝えられる。 こうして、独立王国としての全全国の歴史は完全に終了した。ローランの都市は7世紀頃までは存続していたと言われているが、もはや王子のように複数の災域諸国を統治下に置くようなことはありえなかった。ローランの名は資料や時代によって異なる、用いられ方をした。ローランはオアシス都市の名であったが、その国名が官によって前々と改められた後も、 ローランの名はその地方を表すごとして、あるいは災域の象徴的な地名として使用された用例が存在する。また、全然国内で作られた漢文文書の中には、ローランの名を継続使用しているものもある。ローラン時代の遺跡が探検家スベン・ヘディニやオーレルスタインらの活動によって発見され、発掘調査が行われるようになった後、 同地から発見された漢文文書の分析によってスタインが LA と名付けた都市遺跡がローランの王城であるという説が唱えられた。この説は現在でも重要であり、書籍などで便宜上 LA 遺跡を指してローラン、ローラン遺跡、ローラン古城などと呼ぶことにするという扱いをする研究者もいる。しかし、LA 遺跡は3世紀頃に形成された都市であり、少なくとも 全艦隊の記録に登場する、ローランとは同一でないとも言われている。ローラン王国の王都としてのローランの位置は未だ小説、入り乱れる分野である。ローランという漢字表記は、現地名であるクロライナの音訳である。3世紀のカローシティ文字文書では、王都を意味することして用いられており、元来都市の名であったものが、国全体を指すことして用いられるようになった後も、 王都を指すごとして、継続使用されていたことが知られる。一説にはその原名は、インドの地名に由来するとも言われる。一方、菅によって命名された全禅という名前は、一説には、菅にとって、良い国という意味で、全禅とし、同じ字が続くのを避けるために真字を作って、全禅としたと言われる。または、ローランの南部を流れたチェルチェン川の名を取ったもので、あるとも言われる。 このローランとは別には、王都を指す言葉として泥という言葉があった。漢字などでは、全全国の首都としてこの名を用いている。これは、カローシティ文字文書に登場するクバニの音訳であると考えられ、城塞を意味する語が、王都の意味に転用されて用いられたものである。また、カローシティ文字文書の中には、マハームタながらという言葉で、王都を呼んでいるものもある。これは、 大きな都市を意味する語であり、やはり後に往生を意味する語として転用された。ローランの国政に関する知見はその多くを、カローシティ文字文書や現地で作成された文書に依存する。こういった文書類が多く見つかっているのは主に3世紀頃であるため、この時代についての研究が進んでいる。以下に述べる国政の概要も、基本的には3世紀の記録に基づいて復元されている。 ローランは、その記録が残る前時代を通じて、国王を頂点とする国家であった。しかし、国王の権力が、どの程度強力なものであったのか、または制約されていたのかはまだ不明な点が多い。少なくとも現存する資料からは、行位役人の人事権を国王が掌握していたらしい、ことが伺われる。王妃はしばしば周辺国との制約結婚によって、ローラン王と結婚した。 官から救助が与えられて、ローラン王の妻となったことが、感情に記録されているほか、3世紀頃には、隣国の右天の王女が王妃として迎えられた。右天国と前々国は国境をめぐって争っていたが、一方で、前々王妃となった右天の王女が、故郷へ里帰りしたことなども記録に残っており、当時の外交交渉の複雑さを今に伝える。中央政府の歓声は、 漢情再一記連には、全前,前国王を頂点として、保国公、客国公、全前,前問い、激写し問い、左右勝挙、激写し君、役長という官名が記録されている。この時期の官職を知ることのできる、現地資料は乏しく、詳細は不明であるが、3世紀の官職については、過労ティ文字文書類から、かなり詳細に知ることができる。そこからわかるローランの官僚機構は、 漢情再生記伝の記録よりも、はるかに複雑であるが、時代の開きがあるため単純比較は難しい。3世紀の老卵には、大王の下で、最も好意の役人として、キサイザがいた。キサイザ職にある者の,の署名は、各種の公文書に、必ず存在し、各種の裁判で判決を下していたことが知られている。キサイザに次ぐ、好意感触として、殻があり、この役職には、 王子がついていた。一説には王子の称号ではないかとも言われる。他に、オグ、グスラ、キュバライナなどの役職があり、これらの職権などについては、未だ不明点が多いが、各州の長官よりも上位に置かれる、高級管理であった。こういった高級管理には、王から荘園が与えられ、彼らはそこから得られる収入で生計を立てた。ローランの地方統治については、 文書資料が多く出土している茶道田についてのものがよく知られている。茶道田には地方長官が置かれた。貯治棒の任免権は基本的には国王にあったと考えられている。3世紀の茶道田の長官、総務邪化に宛てた王の命令書などが多数出土しており、その中には大王は茶道田の全権を総務邪化に与えたのであって、何人も総務邪化に背いてはならない。 と記したものもあり、地方長官が担当地域の全権を握っていたと考えられる。王の使者のご衛等は、各地方の長官が、それぞれの担当地域内で受け持ち、責任を持った。各州に対し王はダルマに基づいた決定を行う、ようたびたび指示を出しているが、ここで言うダルマとは、各州の伝統的な慣習に基づいたものであったと言われ、特に民事事件に関しては、 領域内に必ずしも統一した法律のようなものは制定されなかったと考えられる。チョジ棒の下には、東ムがアプス、ソータムがダスチャ、ブルヤがチャムクラ等の役人がいた。この中でもソータムがはしばしばチョジ棒と並んで文書に登場し、重要な役人であったと考えられる。他に、徴税に携わる役職がいくつもあった。カローシティ文字文書の中には、 朝税に関する文書が数多く含まれている。全全国が支配した各地方の長官に対して国王が朝税を命じる文書や税の着服を非難する文書などである。地方長官は配下の朝税官を使ってその担当地域から税を徴収した。税は物能が基本であり、穀物、ワイン、ラクダ、馬小屋しバター、羊、フェルト、 カーペットなど様々な種類の物品が徴収された。こうした税として集められる物品は20種類を超える。最も主要な税は穀物とワインであり、それぞれ都市の役所などに一旦集められた後、気を見て中央へと送付された。ラクダ税は国の施設や駅伝のためのラクダの教室であった。これには仮賃が支払われたがようやくの一種であったと考えられる。 また各地で徴収された税はラクダを使って中央に運ばれたため、ラクダの資料として馬小屋氏が徴収されたのである。各オアシスはながらとアバナによって構成され、ながらとアバナはさらにサダとプラデサムなどに細分されていた。これが徴税の最小区分であり、納税額の計算はこれらを基礎として行われた。また税の徴収は、 応料と消エとで別々に行われたが、詳細はよくわかっていない。こういった調税の処理において、最も問題となるのが、役人による応料や着服、未納、そして輸送中の略奪被害などであった。現存する税務文書のほとんどが対納に対する特則状や着服した管理の悲鳴を命令する文書などである。ことは、こういった問題に、 当時の全全国中央政府がいかに苦慮したかを現代に伝える。税の未納が発覚すれば、基本的には未納分すべてが徴収対象となった。ローランは早い段階から仏教の強い影響を受けた。ローランの仏教についての知見も、やはりカローシティ文字文書が多数出土する三世紀の事情がよく知られている。三世紀のローランの仏教は極めて組織化されていた。 相談は、ローラン支配下の核、オアシスごとに設立されていたが、これらは、中央の大相談によって統制されていた。このことは、マヒリオーチ成果で首都の相談が、チャドータの相談の、風紀が乱れていることを叱責し、新たな規則を定める文書が出土していることから、知られている。チャドタ以外の事情についてはあまり知られていないが、チャドタに関する限り、 物騒の風紀の乱れがしばしば問題になっていたようである。400年にローランを訪れた中国の僧侶北見は全全国に4000人の僧侶がおり、ことごとく症状を学んでいたと記している。この時代のローランはすでに前世紀を過ぎており、3世紀にはさらに規模の大きかった可能性もある。ローランの領域各地からはおびただしい数の仏教遺物が出土している。 ジャドータやミーランなどからは、ストゥーパや仏教壁画、仏像が発見された。これらの中には、若干のヘレニズムの影響が見られるものも存在し、また、絵の制作者の名前と、報酬学が記された文書も発見された。その制作者の中に、ローマ風の名前であるキタサが発見されたことは、ローランに見られるヘレニズムの影響と相まって、興味深いものである。 仏教以外の痕跡として、アテナやエロス、ヘラクレス像を刻印した風でも発見されている。スタインらは、こうしたローランに見られる、グレコローマン風やイラン風の美術品を見た感動を、印、トルキスタンというよりは、ローマ両シリアや、他のローマ東方領の邸宅跡にいるようだったと、語っているが、こういった西方の宗教が、どの程度ローランで、一般的であったのかは明らかではない。 リエンジュは、北史の中で、かつてのローランとして、前々について記述しているが、これは、都市としてではなく、国家としてのローランを指しているのであり、その内容は別の都市に関するものであるとする説が、強い。また、7世紀に、現状産蔵がインドからの帰と廃墟となったローランに立ち寄ったと、大東西域記,記に記されているが、これも、都市としてのローランなのか、あるいはその頃には、 廃場となった旧全全国の別の都市なのか不明である。近代的な調査は19世紀のヨーロッパ人探検家による調査によって始まる。その始まりは1893年10月から行われたスウェーデンの探検家ヘディンによる中央アジア探検である。最初の探検では水不足のために一時は探検キャラバンが壊滅しかれ、自身も死の淵をさまようこともあった。 南旅行であったが、ヘディンは1897年3月まで最易企画地を回った。そして2度目の探検旅行が1899年6月に開始され、翌1900年3月23日、ローラン遺跡を偶然発見した。その翌年彼はローランを再放し、若干の調査を行った。詳細はスベンヘディンを参照、ヘディンの私的な探検旅行と、 ほぼ同時期にタクラマカン砂漠を調査する探検隊がもう一つ存在した。それはイギリス領インド帝国の考古学調査局が派遣したオーレルスタインが率いる探検隊であった。スタインの探検隊に先立つ1889年にイギリス領インド帝国に勤務していたイギリス軍人バワー隊はかつてイギリス人の案内人を務めていたヤルカンドの商人デルグライシュが カラコルム峠で商売上のトラブルによって殺されたため、その犯人の調査を命令されていた。犯人を追ってくちゃまで達したバワータイは、そこで現地人が廃墟から拾ってきたという古車本を購入し持ち帰った。バワータイの持ち帰った古車本を調査したウェーバーやヘルンデといった学者たちは、直ちにこれが価値ある考古学遺物であることを認め、インド成長に、 写本の収集を依頼した。インド成長はこれを受けて各地で写本の収集を始め、またこの噂を聞いたロシア帝国のカシュガル領事、ペトルフスキーも古写本の収集を始めた。そしてこういった古写本の中に、それまでほとんど知られていなかったカローシティ文字文書が見つかったため、ヨーロッパの学会において中央アジアの探検調査の重要性が認識されるに至った。 こうした中で、スタインの探検隊も1900年から西域へと派遣され大きな成果を上げた。この時は直接、ローランの首都は調査していないが、ニヤアの町で現地時にイブラヒムが見つけた木簡を見て重要性を認識し、彼の案内でニア遺跡の調査を行い100枚を超える木簡文書を発見した。そしてこの中にローラン王が出した命令書を見出したのである。 スタインは同時期にヘディンがローラン遺跡を発掘していることは全く知らなかったが、インドに戻った後この発見を知った。彼は二度目の調査を企画し、1906年12月にはローランの遺跡を調査し、数多くの古文書を発見した。詳細はオーレル・スタインを参照1908年には日本の大谷探検隊がローランを訪れた。 西本願寺の大谷洪水は非常な情熱を持って数字にわたる中央アジア調査を企画し、彼によって派遣された立花の随長はローラン古城を訪れた。この時の調査によって理白文書と呼ばれる有名な文書が発見されている。彼は1911年にもかつてのローラン王国の領域を訪れて壁画などを収集した。日本の探検隊はその後長くたが、 ヘディンやスタインは繰り返しローランの調査を行っている。彼らの調査は、当時新しく成立した中華民国政府や文献の国外流出に起こる中国人学者たちの強い反対を受けて難航したが、すべての調査に中国人を同行させることで同意を取り付けたり、道路建設のための調査依頼を受ける形での調査を行った。こうした苦労に報いるに、 十分な発見が1934年にヘディによってなされた。新疆で発生していた海賊の反乱のために彼は拘禁されていたが、偶然にもロプノール地方で考えの可能性の調査を命ぜられ現地の調査を行うことができた。この時彼は女性のミイラを発見したのである。この発見に興奮した。彼はそのミイラにロプの女王という名をつけたが、 実際にこのミイラが女王のミイラであったかはわからない。この時の調査以降、第二次世界大戦や国境内戦、さらに中国の共産化などのため、しばらくの間ローランの調査は途絶えた。再びローランに大規模な調査隊が訪れるのは1979年のことである。これは日本の NHK と中国の中央電子台による共同制作番組、 シルクロードの取材によるもので、この時、中央電子代の要請によって、中国人学者による調査隊が組まれたのである。この時新たに女性のミイラが発見されている。翌年には、さらに大規模な調査が行われ大きな成果を上げた。この調査では初めて、ローランの水源も明らかとなっている。その後も大規模な調査が繰り返し行われ、多くの知見が得られた。 1986年以降は、新疆文化庁によって、工場的に調査が行われ、膨大な量の遺物が収集されている。1988年の日中共同調査では、早稲田大学教授の長沢和俊氏やジャーナリストの靴和田隆氏もローラン古城の調査にあたり、外国人としては54年ぶりのローラン調査となった。しかし、現在は、 外国人による調査がほとんど許可されないため、中国人学者の手によって行われている。ありがとうございます。